途中で逃げられない覚悟とか、競技は違うから、競技は喧嘩じゃないからね。箱あたりにこれらやって分かってんだろうなとか言って、めっちゃ可愛がられてやる気なくなったって言ったわけだね。皆さんこんにちは。こんにちは、高藤力です。今日もよろしくお願いします。戻り気です、お願いいたします。塩大龍さんの焼肉店があんまうまくいってないっていうような噂ちょっと聞いたんですけど。聞いたの、はい、どうなんだろうね、うん、まあ、まあ、ちょっと分かんないけど、うん、でもなんかあのなんかあれやるんでしょ、 なんだっけ、あのシェイキングダウンっていう格闘技に、あ、1分間で、はい、1分間だったら少々ぶち殴られても全然我慢できんじゃないの。右の手に入れ墨とか入れてました。入れ墨出た。どうなっちゃったのか。ああ、そうか。俺も入れ墨だけはさ、入れ墨イコールヤクザなんだよね、俺は。うん、俺はね、だからもう入れ墨だけはもう本当に嫌なんだよね、そこはやっぱりダメだ。もうだってもう入れ墨イコールヤクザだからさ、そのもうなんか、なんで入れ墨入れてサウナも入れないのに入れ墨入れんのかなとか言って俺もなんかサウナ好きだからサウナ入れないのにさ子供の時のイメージしかないからさ、うん、大体だから自分のとこのヤクザの組っていうのは、今度ヤクザの話していいの？いいんじゃない？いつもしてるけど、あのこう組に入ったらみんなでお金出し合ってもう入れ墨入れさせるわけよ。だから組イコール入れ墨だからみんな入れ墨入れてるわけよ。カンパで入れるんですか？みんなでお金出してね、ほんで、入れ墨入れてこいとか言って、かっこ悪いから入れ墨入れとけとか言って、もうだから入れ墨入れたらもう覚悟だろうね、うん、途中で逃げられない覚悟とか、そういうのイメージあるからさ、もうまあまあ火消しとかさ、いろんなもんあったけど、やっぱ和彫りの入れ墨とか、入れ墨イコールさ、もう今野球の選手とかみんな入れ墨入れてるけどさ、もうあんまりなんか嫌悪感あるよね、うん、あんまりじゃあおすすめしないと。おすすめしないよね、入れ墨。みんなだから沿線とかもこう すごいなと思うのは、沿線すごいなと思うのは、沿線こう手のひらに入れ墨、根性とかって入れ墨入れてるから、こう手のひらってものすごい痛いじゃない、うん、それとか足の裏とかにすぐこう手のひらとかすぐ消えてなくなるんだけど、そのこの我慢のあれかな、そのすごいもう嫌悪感あるんだけど、その手のひらに入れたりするのはすごいなと思うよね、うん、すごいな、いやなんか俺は無理だな、基準が根性焼きみたいなもんになってすごい、いや、まあ、こんな手のひらにそんな。でもやっぱり元力士としては、うん、そういう他の格闘技に出るっていうのを聞いたら勝ってほしいみたいなことは生まれるものですか？そう、もうでもね、まあ、勝ってほしいというか、もう競技が違うから、はい、競技は喧嘩じゃないからね、だからやっぱこう喧嘩するのと違うから、うん、まあまあどうなんかなと思いますよね、うん。話戻るけど、あれですよね、焼肉屋さんって多いよね、辞めたお相撲さんでね。だってやっぱり焼肉屋をさ、まず一番最初にやっぱりもう焼肉じゃなくてちゃんこ屋なわけよ、うんうんうん、もう相撲取り辞めたらちゃんこ屋みたいな。イメージ一新したのはだから俺らの時だったら秋の衆とかさ、いまだ、うんうん、今までやってるんですよね。いや今はね、なんかもう人に売ったかあげたかして、うん、それで自分で今あの幼稚園の理事長かなんかやってる。あ、そうなんだ、へえ。秋の衆、
焼き肉って言ったの、いたね、1年したの、今だね、うん、焼き肉やってたの、うん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 、京大会さんとはお会いして、してました？あ、だってあの三好さんと2人でその六本木で肉食べに行ったっすもん。あ、行きましたね、三好さんね、うん、行ったね、行ったんですか、行った、高級焼き肉、高級焼き肉、うまかったですか？え、うまかった、いや、うまかったよ、その時どんなお話されたんですか？いや、頑張ってねとか言って、だから焼肉屋も大変だから、でやり方は多分間違ってないと思うけど、うん、ってだそれをやっぱ突き進めるかどうかは、やっぱ高級焼肉するんならやっぱりこうニーズ、六本木のニーズに合うようにやっていかないとダメだよね、うん、ってやっぱお客さんのニーズに合わせるようにしないとやっぱ難しいよね、うん、俺らなんかでももうなんかこういいもんいいもんと思って出したら原価だって 50% 超えてすげえブツブツ怒ってて、 50% 超えたらまあ金なんか残んねえじゃねえかとか言ってて、肉代だけでね、だって1000万売ってもさ、肉代が500万とか言ってさ、もうなんかこっちがなんか嫌な気持ちになってきて、設備代、人件費、何やかや入れたら全然残んない、残んない残んない、お客さん喜んで嬉しいけどね、だからそこのやっぱりこうなんていうの、バランスが大事だって、だからやっぱこう肉は安くするんならやっぱその最高一生懸命するとかね、そういうことがやっぱりできないとやっぱり難しいと思いますよ。格闘家の二足のわらじでいくです。まあでも分かんないけどね。あ、でも一応あれでしたっけ、力士の、あのプロレスラーと二足のわらじでは、いやいや俺の場合はだって4試合しかやってない、4試合3試合かな、4試合しかやってない、でもどうだろうね、まあ辞めたばっかだからね、千代大龍は、まだ俺辞めてだってもう10年ぐらい経ってんの、いや10年で聞かないな、辞めて十何年だって、でも正直瞬発力もあってものすごい、大関ちゃんと真面目にやってたら大関に絶対上がってるもん、でもなんかこう学生から入ってきてなんかもうなんか最初に来てなんか箱あたりにこれらやって分かってんだろうなとか言ってめっちゃ可愛がられてやる気なくなったって言ってたわけだね。へえ、もったいないですね。え、もったいないですね。もったいない、言ってんだろうな、俺とか言って、もうなんかそれでもなんかやる気なくなって、本当に可愛がれるのもなんかあんまり好きじゃなかったみたいだから、やってたらね、本当大関までは絶対行ってたと思う、瞬発力があったし強かった、でもやっぱ稽古しなかったらやっぱり強くはなれないしね、それはしょうがないよね。そこはやっぱり九重親方の指導、もう後半戦だからもうそこまであれじゃなかったんじゃないのかな、体も悪かったし、うれーとか言って、ちゃでやれこれはちゃんとか言って、よういつよう言うんだよ、はちゃんこれちゃでやれやなとか言って、今のここねじゃない、千代の士の千代の士でも意外と弟子に対して優しかったです。そうやって人前で、人がいっぱいいる時にはわーっとこらーとか言って言うけど、一対一だと意外と優しかったりするんだよな、俺も一対一だとすげえなんか優しかったもん、なんか、辞めた後で、辞めた後だからなんか飯屋とか行ったら飯そのままつ俺もさ飯とか食いに行って、で知り合いの寿司屋行ったりしたら、それで千代の士さんが結構来てたからね、だからそれで行ったら、いやもう千代の士さんがもうお金払ってますとか言って、何回もあるもんそれ。
こにのどちんこが痛くてさ、のどが切れてんの今、うん、へえ。だから水飲んだらさ痛いのよ、ピリ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 して。あの友達の三重春さんの咽頭が、うん、ねえ、そうそうね、ステージ4って昨日出てたね。にある昨日かなんか一昨日かな、電話した時に、お前ちゃんと、お前ちゃんと、お前保険入ってんのかとか言って、入ってるよとか言って、もうお前が死んでも、お前娘とか、お前母ちゃんとか、お前ちゃんと、お前生活できるようにちゃんとしとけよとか言って、うん、死なないよとか言って、4って言って危ないんじゃないのかとか言ってて、いや、なんか手術じゃなくて薬で治すとか言って、いや、なんか見える年食ったじいさんみたいな顔してるけど意外と若いんだね俺、57かな、うん、なんか なんとか、え、あ、父親大流の話から見え張るの話になった喉の不調って話だね。あ、そうそう。いかにやっぱり筋肉を柔らかくするかとか、大型連中、うん、球場が多いよね。暴飲暴食しすぎなんだよな